まこなこです。今回は2024年2月8日にスタートした京都イベント決戦徳川家康、こちら側の紹介やっていきたいと思います。遊び方に関しては過去何度も紹介してますので、細かい遊び方に関しては以前の動画をご覧ください。今回は変わったところ、また注意点などを取り上げていきたいと思います。それでは早速見ていきましょう。まず今回からの変更点として、戦友と参戦というボタンが用意されています。これは戦友というのはフレンド、登録しているフレンド、それと一緒に遊べるというような内容になってますので、遊び方に関してはまた後ほど紹介したいと思います。続いて勝利画面で敵に与えたダメージの確認ができるようになったので、どれぐらいダメージ与えたかとか、そういったことを確認したい方は左下の方にボタンが用意されましたので、そこを押してもらって状況の確認をしてみてください。今までミッションの中に普通と難易度難しい、この2つ、それを一定の順位以内でクリアというようなもので条件達成という、そういうミッションがありましたが、今回なくなりましたので、だけれども他の部分でその分の報酬プラスアルファされているそうなので、まあ単純になくなっただけということで、特に難易度高い方で遊ぶ人、そういう人は無理に難易度普通難しいをやらなくても大丈夫となってます。最初から難易度極めで遊んでもらって大丈夫です。今回ポイントの割り振りが少し変わってます。難しい方の1位は190ポイント、4位からは170ポイント、今度極めの方、下の方見ていくと、16位から20位が170ポイント、これ以前180ポイントだったので、これが少し下がって、難易度難しいとのバランス調整がなされたとなってます。下手に下位の方を目指すよりかは、難易度難しいで10以上狙った方が190ポイント狙える可能性があるということで、プラスアルファありますので、難易度どこを選ぶかというふうに迷った際には、難易度何の方で遊ぶことも検討してみても良いかもしれません。また与えるダメージがゼロの場合は、参加人数の一番下の順位になるということも加わってますので、このあたりも確認しておいてください。今回開催期間2週間です。前回は3週間分。なので、回数が減ってることもあって、ミッションの勝利回数、討伐札の販売数、また、累計討伐ポイント、このあたりが調整されてますので、どれぐらいのポイントを稼げば良いかという話はまた後ほどやっていきたいと思います。このあたりが今回の変更点です。では、敵の内容を見ていきましょうか。右下、討伐情報。ここを見てもらうと、この徳川家康ですが、特殊戦法では防御力低下及び戦法ゲージを減少というような効果をやってきますので、このあたり注意が必要です。戦法ゲージ、まあ、とはいえ特に注意必要といっても対応手段ないので、まあ、食らったら食らったで諦めましょうということで。で、技に関しては中範囲の地絡攻撃、プラス混乱と防御低下あって、混乱で時間止められるので、そのあたりが厄介なのかなという気がします。混乱は12秒なので、混乱体制をあえて誰かついてる人、それを部隊に編成するというのも一つ検討しても良いのかもしれません。混乱体制に関してはこの特性のところ、ここでいろいろと選べるようになってますので、ここで状態変化体制、これを選んで見てもらうことによって、また未習得の特性を含めるも一応チェックやっといて、これでどういった武将が体制があるか、これは混乱のみに限らないので、あとは細かく特性をこのように見てもらって、誰が混乱に対する耐性あるかというのを確認していく必要があります。私が持っているものの中だと、レベル50までいけばメゴ姫が混乱の耐性があります。他、豊臣秀吉、これは正月の豊臣秀吉の東洋ガチャ、これも今日の混乱耐性ありますので、この辺り持っている人は有効に活用できるかもしれません。また平手正秀、アール武将、これも混乱耐性ありますので、この辺りは誰でも持っているような武将と思いますので、こちら側確認してあえて部隊に加えるということもやってみても良いと思います。多分この徳川家康、今後東洋ガチャで追加される可能性ありますので、一応こういう能力があるということを覚えておくと、今後東洋ガチャで引く引かない、それの参考になるかもしれません。そしてまあこちら側の武将が云々よりかは、イベント効果の方、こちらの方が重要で、弱点は武田家、直近武田家の列伝イベントをやってますので、そちら側東洋ガチャで引けた人は入れてみてはどうでしょうか。また弱点武勇戦法なので、武田信玄よりかは武田勝頼入れた方が良いとなりますので、この辺りも確認しておきましょう。まあ、だけれども体制知略戦法あるものの 15% しか減らないので、もし武田信玄鍛えられているんであれば、こちら側武田信玄そのまま使ってしまっても良いと思います。武田家であれば、この弱点で
100% 上昇、つまりは2倍になるとダメージが、そういうような内容になってますので、まあ、こちら側武田信玄鍛えられているんであれば、もしくは馬場信春とかそのあたり鍛えられているんであれば使うことを検討してみてください。他耐性とかいろいろありますが、こちら側耐性があるから使わないではなくて、 50% の確率なので、 50% の確率でもいいので強行状態にして敵の技を抑えるということを検討しても良いかと思います。確率の問題になりますけれども、半分の確率でもいいので当たってくれれば助かるというのであれば、ちゃんとこうした強行とか混乱とかを使える武将、それを入れていくというのも一つ検討してもいいと思います。まあ、これぐらいが注意点だと思います。では今回追加された戦友と参戦、これをやることによって、まず自らで開くか、よその寄り合い所、誰かが開いたところに入るかというのが選べるようになります。開くをやると上の方に寄り合い所番号というのが出るので、これを他の人に教えて、そして入ってきてもらうことによって一緒に戦うことができる。これは10分間時間用意されますので、その10分のうちにゲームがスタートされないと解散扱いとなります。これ一人で遊べるのかなというふうに考える人もいるかと思いますが、例えば参戦ボタンを押すと残り2分間というような準備期間がありますが、寄り合い所番号今横線のみになってます。これ他の人が入ってくるんですよね。なのでこうしたこともあるので、まあできるだけその自分一人でやるっていうことを考えずにやってった方がいいのかなと。まあこれあえて言ってしまうと、複数アカウントで味方一人入れるみたいなね、そんなこともできるのかなとは思いますが、まあ、そこまで手間をかけてやるのかどうかみたいな問題も出てきますので、そこら辺は自らのプレイスタイルに応じて検討してみてください。自分一人だけで勝てればいいけど、勝てなければそもそも話になりませんので、一応そのあたりも含めてどうするか検討してみましょう。では焦点の内容を見ていきましょうか。京都パック、今回以前も言ったように14日のみなので、まあ、その期間しかこれらの効果は発動されないとなりますので、その点は注意しましょう。東洋ガチャも早めに引いてしまった方が良いと思います。変更点でも言われたこの通常商品にあるチケット枚数、以前300枚だったのが200枚に変わってますので、このあたりも確認しておきましょう。今回討伐報酬このようにもらえますが、武将に関してはセナ姫という武将がもらえます。こちら側先方見ておきましょうか。これは最大まで鍛えられた状態の数字になってます。攻撃上昇と先方発動速度、こちら側ありますので、特に先方発動速度、このあたりは有効に活用できるのではないかと思いますが、間隔は26秒、なので、まあ、徳川家の舞台に入れて、で多少この間隔遅いことによるデメリットあるものの、一定確率で発動されることを、ね、願って使うみたいな、そういう使い方か、もしくは共闘で使うか。共闘は長い戦いになるので26秒の間隔でも有効に活用できるかと思います。特性こちら側あまりパッとしたものはないけれども、寄り気に置いとけばそれなりに活用できそうな、そのような内容になってます。列伝瀬名姫は徳川家になってますので、まあ、今川家の人物だったのが徳川家に嫁ぐという形になってますので、まあ、こちらが今回は徳川家ということで、こちら側も間違いなくということで。では能力初期の状態、異名は850、先方こちら側内容効果量変わってますので、こちら側確認しておきましょう。特性このような感じで覚えてきますので、覚醒ランク1つ上げるぐらいまではなんとか鍛えたいかなといったところ。ここでどれぐらいのポイントを得られるかという話をしていこうかと思います。まず今回開催期間14日と考えて計算します。実際は15日分のチケットもらえるものの14として計算します。そしてその日数によって戦える回数、それは70回となります。それプラスログインボーナスで最大6まで手に入るので、合計の遊べる回数76回、これに難易度極めの方で見ますが、順位ポイント250、220、200、そして170、難易度難しいの方は190、そして10位までならば170となってますので、まあ、このあたりも少し近い数字を参考に見てもらえたらと思います。そして得られるポイント、軍略図を全く買わないパターン、そして軍略図500円1個だけ買ったパターン、そして最大まで買ったパターン、それでどれぐらいポイント稼げるかというのを今お見せしています。この値を見て、これから得られるアイテムどれぐらいまで得られるかということを述べていきたいと思います。
まず瀬名姫どれぐらいのポイントで得られるかということを見ていきたいと思います。まず最初に2900ポイントで瀬名姫武将そのものが手に入ります。この後ですが6400ポイント、ここで瀬名姫の有効度もらえますが、これは500しかもらえないので、ここでは覚醒上げることできません。では次どこかと言われると11800、ここで500もらえて合計1000になって覚醒ランク1つ上げることが可能になります。だいたい難易度極めで遊ぶ、もしくは難易度難しいの10位以内に常に入り続けるというのであれば、ちゃんと全部遊び切ることによってこの場所まではいけるはずです。続いて2500ポイントでまた500ポイントの有効度がもらえて、そしてさらに先3万ポイント、ここでも500もらえる。ここまでが普通に遊ぶ分には限度なのかなと思います。ある程度強度チケットを買って遊ぶっていうこともできますが、さらに買い続けると今度は無償小判なくなりますので、このあたりを一つの限度として瀬名姫は鍛えた方が良いかと思います。当然お金かけてる方はどんどんとね、さらに先進んでもらえれば結構ですけれども、そうでない方は一つの目安はここまでということで検討してみてください。続いて特別投用札、こちら側8600でまず10枚もらえます。この後パラパラと見ていくと15000、これでも10枚もらえます。 SSR 確定の50枚まではまだまだ先となります。そして22000でまた10枚、ここで30枚、普通に遊ぶ分にはここら辺までが限度なのかなという気がします。だけれどもミッションの方で5枚が2箇所用意されていて、まあ、10枚分もらえるので40枚まではこの辺りでもなんとか確保できる、つまりは10枚分マイレージで手に入れるというのが一つ手段として考えられるほか、軍略図買ってれば3枚分は手に入ってるはずですので、500円の軍略図で7枚分だけマイレージで交換するという手もあります。さらに先行こうとするとこちら側2万9000となるので、先ほどの瀬名姫の話3万もちょっと厳しいんじゃないかっていう話しましたが、まあ、そこまで目指すんであればマイレージとか使わずに SSR 確定500枚まではいけるんじゃないかと思います。この2つ目安として紹介しておきたいと思います。他にもいろいろありますので、まあ、ガンガンやる方はもう有無を言わさず最後の方まで行ってもらって、今回7万4500がマックスになってます。日数の変更、以前は3週間、今回は2週間という違いがあって、それもあって以前は10万が打ち切りのポイントでしたが、今回は7万4500が一番最後のポイントとなってますので、このあたりも確認しておきましょう。では東洋ガチャ見ていきましょうか。今回の決戦徳川家康は武将1人のみとなってます。こちら側馬場信春、また竹だけかっていうね気もしないでもないですけれども、マックスまで上がった状態。こちら側武勇攻撃 400%、 これ単体に対する攻撃 400%、 結構高い数字。また自部隊攻撃力上昇、回心率も上昇、もう自分だけ特化したような強さ、間隔24秒、まあまあといったところでしょうか。特性、こちら側オリジナルの戦法もあって、被ダメージ 15% 軽減という効果があって、まあ、攻撃系ではないのはちょっと残念な、ね、ところですけれども、これは自らが対象じゃなくても適用されるものですので、武田信玄に一緒にくっつけるというような使い方、それも一つ検討しても良いかもしれません。確かノーマルの武田信春も被ダメージ軽減持ってるはずですので、まあ、それとセットで使っていくと案外ダメージを受けない部隊を作り上げることができるかもしれません。最大で 24% 軽減まで上げることが可能です。他は兵数上昇、副将とか、また強体制混乱、ここにありますね。なのでこれを引いて今回の共闘で使っていく、敵の徳川家康の混乱を防ぐというような、こういう役割で使っていくのも良いと思います。列伝は言うまでもなく竹だけとなってます。騎馬でなく槍ですので、武田信玄にくっつけるのも良いんですが、直近行われている列伝イベントの武田勝頼、そちら側にくっつけるというのも一つ検討しても良いと思います。この初期の状態、2名は900、戦法いくつかなくなっている要素、またパーセンテージも減ってますので、そちら側確認しておいてください。回心上昇がなくなってます。またパーセンテージも下がってます。どのレベル帯で覚えられるかはご覧の通りです。なんとか覚醒ランクは一つはいければね、混乱耐性強がつきますので、そちら側狙う人は狙ってみてください。
では枚数まだほとんどありませんが一応やっていきましょうか。徳川家康10枚分、ちなみに確率ですが 0.25% で、特別投与の方こちら側に関しては 0.5%、 直近行われたこの三方ヶ原の戦い 0.75、 これと比べて圧倒的に低い数字になってます。では行きましょう。まず10枚分、武田家の舞台揃えてはいるんだけど自分は、まあ、来てくれないと話にならない。さすがにあの確率だとそうそう来ないでしょうということで、だけれども、まあ、可能であればこちら側の特別投与50回まで行って SSR 確定まで持ってきたいかなと思ってるので、とはいえ 16% なんで確率あまり良いとは思わない。3枚分だけあるんで引いときましょう。さて、まあ、まあまあまあって感じの内容になりそうです。なんか少ない枚数で引いた方が出やすいみたいなね、そんなようなこともあったりなかったり、そんなことはないということで一つよろしくお願いします。では今話に出てきた三方ヶ原の戦いの方引いときましょうか。こっち側案外出るんじゃないというね、この通常投与でもよく出てるみたいな SNS の投稿がありましたが、ご覧の通りこっちは出やすい。普通陣誰が出てくる。成田さん見守ってんね。1人目2人目、こっち側、まあ多分お知らせを見た方だと分かると思いますが、そもそも確率が間違って設定されたみたいな話があるので 0.75、 特にこちら側のこの通常の投影の方は、備えは済んだ、展開と邁進戦ということで2人揃ったな。まあ覚醒重ねないと使えるかっていうね問題もあるけど、もうこちら側の方のね、通常投与の方は明らかに確率おかしいんでね、今まで特別投与の方と比べてこっち側はパーセンテージ下がる、そういうような設定だったのに、今回だけはそれがなかったので、さて、今ので何枚目か分かんないけど、まあ、この後もまた1人2人来てもおかしくないよ。どんなもんだ？初よりできれば覚醒ランク1。となればいいんだけれども、さすがにそこまで甘くないかということで、よかった武田騎馬軍、まあ、騎馬かどうか分かんないけどこの武将勝頼は、まあ、これは騎馬だね、山形正景は武田勝頼は槍ですけれども、あと8枚いきましょう。いやーよかったよかった。でもねこのゲームね、覚醒重ねられないと役に立たないっていうのがねあるから、本当に良いのかどうかはわからない。さすがに、ちょっと来たらいいかなとか思ったけど、そんなに都合よくは来なかったということで、まだまだもう少しチケット手に入るかもしれませんので、そちら側で狙っていこうかなと思います。で、これだけでなく、あと工場戦もあるんで引いときましょう。5枚分。なんかあちら側の確率、通常の方も上がってんじゃないかなとかね。本当にあの全部の確率なのかっていうような気はしないでもないんだけどね。あんまり言ってもキリがないんで、そして無風だね。何の風も吹かずみたいな感じで、こちら側はもう工場戦はおしまいだと思います。さて、多分何かクリア済みのもの、これまた10枚分贈り物から手に入れてなかったので、そして即座に10枚分手に入ったので、これもやっときましょうか。山形正景はやってきてくれた。馬場信春は来ないのかこれ。武田家にふさわしくない男ということで、馬場信春除名ということで、こんなこと言ってたらね、SSR 確定の方で来なくなる可能性もあるから、一応今後来ることも願って、また引いていきたいと思います。ということで、京都イベント開催。今回2週間と短いので、そこだけは注意して遊んでみてください。もう遊べるうちにガンガンやってしまった方が良いかと思います。今後も出陣の動画を上げてきますので、興味ありましたらチャンネル登録して今後の動画もご覧ください。ではでは。これがチラクの作用。これがチラク。
くのさえを。これは声を掛け合え。我が人脈は見破れぬ。今が引き際か。恐れをなしても見破れよ。締めたかよ。何の食いつくせい。味方に始める戦いを。者ども団結せよ。火のごとく攻め立てよ。何の食いつくせい。切れ者め見せよ。団結せよ。やっ恐れを手に手を死ぬけど。俺が気楽のさよ。食らい尽くしてやった。金の牛槍で食らい尽くしてやった。これは笑えの手だ。食らい尽くしてやった。今が引き際か。見旗になるの邪魔だ。何の邪魔。勝利は5、6分をもってよしとする。